はい、えー、アンケートありがとうございます。2016年10月12日、19時26分20秒。えー、勇さん。えー、吉田社んに聞いてみたいこと、いつもお世話になっております。何種類の動画編集ツールを使っているのでしょうかと。僕は2種類ですね。えー、Mac で、えー、編集するときは iMovie です。Mac で編集するときは iMovie。で、Windows で編集するときはビデオスタジオってやつです。ビデオスタジオっていうのは家電量販店にもでも買えます。 はい。1万円ぐらいの商品、あの価格のやつです。で、iMovie に関しては Mac にデフォルトに入ってるやつです。Windows Movie Maker の Mac 版みたいな感じですね。はい。で Mac で編集するときは iMovie。Windows はビデオスタジオ家電量販店で売ってる編集ソフトですね。この2つを使っております。うん、で、ビデオは、まあ、どういうちょっと編集をしたいのかがわからないんですけれども、 別にあの、Mac の iMovie でも十分ある程度編集できますし、あと、家電量販店で売ってるような編集ソフト、これでも十分編集できます。あと、はどれぐらいのクオリティで、どれぐらいの作品を作りたいのかによってもちょっと変わってくるんですけど、僕の見解としては、僕のビデオスタジオとかそういうレベルでも2億とか、うん、なんかそのプロモーションでやってもそれぐらいとか作れるので、うーん、 まあ最近はですね、プロモーションの動画がすごくクオリティが上がってきてるんであれなんですけど、別に、要はそのツールを何を使うかじゃなくて、これすごく大事なこと言っとくんですけど、何を使うかじゃなくて、何を使いこなすかなんですよね。何を使うかが重要ではなくて、なその、それをどれだけ使いこなすかが重要なんですよ。例えば、iPhone っていうツールがあります。これ iPhone。 iPhone 使いこなしてますかっていう、スマホ使いこなしてますかっていうことなんですよ。スマホ。みんなスマホ持ってると思うんですけど、じゃあこれをどれぐらい使いこなしてるのかって話ですみんな持ってるデバイスですよね。僕はこの iPhone6 に変えて2ヶ月ぐらいなんですけど、もうこの2ヶ月の間に3700本ぐらい撮ってます、動画。この iPhone で。2ヶ月で3700本撮ってます、これ。このこれで。で、写真は、写真は多分に 2000枚以上は撮ってると思います。使いこなしてますよね。ここみんな機能ありますよ。スマホ持ってるんだろうならば。動画も撮れる写真も撮れます。で、じゃあアプリもありますよね。アプリも使いこなしてます、僕。アプリで、例えばインスタグラム、写真撮ったらインスタグラムのアプリを使いこなす。使う。えー、みたいな感じですよ。あと、Facebook のアプリだったりとか、いろんなアプリあるんですけど、 僕はですね、どういうふうにやってるかっていうと、この、えっと、SNS っていうのがあるんですけど、この SNS っていうのが作ってあるんですけど、この SNS をよく使います。この、これですね。はい。これを使いこなしてます、僕は。はい。うん。だから、すごく重要なのが、何を使うかじゃなくて、何をどれだけ使い、あのー、使い倒すかっていう、 それが僕は重要なんじゃないかなと。結局、高性能なものを使っても使い切れないんですよね。うん。だからまあ、その、まず、ある一定のものを使いこなしてから、使いこなしてから、もっと上を行くんだったら、もっと上のものを買えばいいと思いますし、うん、と思いますね。まあ、段階があるじゃないですか。だから別に、その、ツールは何でもいいと思うんですけどね。うん。 はいまあ、結論話を戻すと僕が使っている動画編集ソフトは2つしかないです。あの Mac のデフォルトの iMovie と、えー、一家電量販店で普通に買える1万円ぐらいの編集ソフトになります。ビデオスタジオってやつですね。はい。えー、アンケートありがとうございました。